FM ロプレゼンツキングオブディギン、夜9時になりました。パーソナリティのマッカチンです。ムロです。ムロさん、こんばんも、よろしくお願いします。さあ、いよいよ今週からゴールデンウィークが始まる、うん、ということで、ムロ、ね、さん、お忙しいんじゃないでしょうかね、うん、まあ、そうですね、やっぱりね、はい、そうですよね、はい、全国にいろいろな音楽を届けるということで、はい、あの、お体、あの、無理しないように、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。ということで、早速本日のテーマ、はい、お願いします。はい、69年前の今日、4月26日に、うん、映画7人の侍公開日ということにちなんで、今回は映画のサウンドトラック、うん、ナンバーを集めてミックスしてみたいと思います。いいですね、来ましたね。そうですね、まあ、まあ、前もね、何回かやりましたよね、はい、2021年かな、うん、だからまあ大体まあ2年ぶりぐらいみたいな感じですが、ね、まずはそのちょっとその何、7人の侍、はい、うん、とは何だっぺっていうか、うん、まあ皆さんね、日本人だったら知ってていただきたいですが、うん、巨匠黒澤明監督による1954年公開の時代劇映画、うん、世界で最も有名な日本映画の一つと言われておりますということで、まあ、これが公開されたもう69年前なんだ ね、 ね、うん、でこっからの縛りというか、まあ、こういう感じで、うん、じゃあちょっと映画音楽を集めてみたよみたいな感じ で、 で、ね、前回は結構 LP とかもあったけど、はい、今回は7インチだけでやってみようと思ったんですけど、ちょっと日本ものだけだとなかなか一曲が短いので、わかる、ちょっとわかるだけに、うんうん、はい、なのでちょっとあの洋画も混ぜて、いい、はい、日本版の洋画も混ぜて、日本洋画なんだけど日本版の7インチのレコードだけで行くわけですね。はい、わあ、やべえ、どんな映画になるんですかね。まあでも、まあ言うたら普段全く書けないでしょ、書けないようなですよね、楽曲がほぼですね、ですよね、はい、まさにその本当にこのラジオだけのエクスクルーシブな、うん、ムロさんのその、はい、幅の広さを、はいはい、感じられるというわけで、じゃあ早速ムロ君準備してもらっていいですか。はい、まあ本当にね、このよくこの番組ではそのいろんな角度から映画音楽もやっぱ取り上げますけどね、やっぱりその逆にものすごく制作費がかかってて実験的なことをやってることが多いので、うん、意外といい音楽が多かったりするのでですね、はい、そのいうところもちょっと皆さんぜひ楽しんでいただいて、ムロさんのこの DJ のミックスのねグルーヴを感じていただければと思います。ということで、ムロ、はい、さん準備 OK？ はい、 OK です。はい、ではそろそろ行ってみたいと思います。2023年4月26日ディギンムービーサウンズパート2です。ムロさん、お願いします。私、生まれも育ちも茅ヶ崎です。暮れ出したのが16の春、やさぐれ流れて3年目、着いたところは古の都京都です。流れも清き鴨川に冷え下ろしが吹き抜ける。女だてらに番長家業、ただいま河原町で番を切ります。スケバンのミキです。風が気ままに
吹くように一人気ままに生きるのさ。野暮なご意見説教は死んだその日にやっとくれ。この世とは夜が終われば朝が来る。誰が泣こうとうわめこうと、とかくこの世は尺の種、変わりやしないさ何もかも。変わりやしないさ何もかも。どこにもないのさ、どこにもないんだよ。歪んだ都会に生きてけるとこなんかそうさ。探し続けてゆく、無駄とは知りながら。壊れた時計の時間と時間の淀みの中で、
then do with me what you will. Change the face, oh, fly with the devil, find her and I'll show her.
Se continua quella pallottola arriva. E mio figlio da grande sarà costretto a restituirla. Non deve mettersi a fare la mia vita. Solo per vendicarmi.
京 FM プレゼンツキングオブディギン、本日はディギンムービーサウンズパート2をテーマにお届けしておりますが、ムロ君ありがとうございました。あのさ、映画館でさ首振っちゃうよねこれ首俺ねこの間電車乗ってて一人で首振ってて、まあ音楽聴きながら いいのか悪いのかなんかちょっと自分でハッとした時があるんだけど、うんうん、こんなかっこいい音楽が映画館でかかってて前の人が、うん、首振ってたら気になっちゃうでもやっぱ首振っちゃう ねやっぱ楽曲が多いよね、まあ、そうよね、まあ、首振っちゃうのをムロさんがこう持ってきていただけてるわけなんですが、ね、うん、はい、にしてもやっぱ普段これはさすがに書けないっていう本当にね、うん、ですね、短いしね、短いよねものすごい、ここに僕のところにあのムロさんが書けたレコードがこう山積みになっておりますが、うん、とはいえその途中で2枚使いし、実はあのね、聞いてる人は分からなかったりするかもしれないけど、2枚使いがもう2タイトルぐらいあって、ーループしてイントロを伸ばしたりとかしてました ねだからやっぱさ、なんかこうなんつうのかな、あのクラブではかけれないけど、うん、ここの2枚使いで、うん、なんか例えばラッパーとかラップしたくなんないとか、うんうんうん、シンガーの子が歌いたくないみたいな、うんうん、そういったまた違うそのベクトルの引き出し、ムロ君いっぱい持ってんじゃない。いっぱいありますよね、サントラもね、いっぱいあるよね、ここ、うん、ここいいでしょみたいな、うんうんうん、これをね使って曲作るもありだし、うん、ライブこういうので若い子こういうのでライブやったらどうみたいな、うん、ね、最高です、ね、最高だよね、うん、なんかその辺のムロ君のそのアンテナの、この曲はこれに使える、この曲はこれに使えるみたいな、やっぱいっぱい持ってるんだろうなって思う。ありがとうございます、うん、でやっぱりなんかねこの映画音楽なので、うん、やっぱそのなんつうのか、アーティストがこう作って生まれたっていうよりはわざわざ作ったっていう感じが あるのかな。なんか映画音楽ってそこが独特な多分ニュアンスがあって、うんうん、みんながなんか聞いた時にこうなんかこういう暗い曲とか、うん、あの怖い曲とか殺人の曲とかなんかそういう、まあ、今回もものすごいじゃない、ホラー映画からポルノ映画まで、うんうん、ものすごい、実は映画としてはそういった楽曲がいっぱいかかってるけど、うんうん、でもやっぱなんかそう音楽聴いてこうイメージするっていうのはやっぱりその映画のために作ってるんで、ミュージシャンが、うんうん、例えばこの荒木一郎さんとか、ね、うん、やっぱそういうのがあるのかな。なんかね、井上忠夫さんとかもびっくりしました ね、はい、でやっぱ後半あの9曲目10曲目11曲目あたりムロさんがエディットしてるということで、はい、先週もねエディットやりましたけど、やさぐれファンクっていう、うん、CD でも前入れさせてもらいました ね、やっぱドラムがしっかりしてて、ね、日本誇る楽曲いっぱいあるんでどんどん再発してもらいたいですね。そうですね、はい、いやちょっとガンガンちょっとまた聴きたくなりました、うん、もういい映画ごちそうさまでしたということで、もう次のゴールデンウィークは映画館行こうかな、あいいですね、はい、ということでお時間という間、ここまではマッカチンとムロでした。また来週。弱いやつはずるいやつさ、自分じゃ